自分が好きなものとかやりたいものって実はこう最初は小さな芽かもしれないけれども、えー、だんだん大きくなっていって時期が来たら花が咲くのかなって room. 今日はなんとですね日本ホスピタティ マナー研究所の代表松沢真希先生に来ていただきました。松沢先生は ANA で12年間勤務されており、それなんか地球370周分ね空を飛んで、で100%好かれる1%の習慣っていう本を。 あの書かれておりです、ね、もうこの本も14万部突破されておりでマナー講師として活動してで今人材育成がメインなんですけれども多い時は年間200回以上の登壇があり受講者はなんと2万人以上というもう本当に日本を代表する マナーの講師の一人であると僕は感じているんですね本当に今日は先生来ていただいてありがとうございますクリスさんありがとうございます<ー>もう私もまだまだ日本を代表していないのでもう先生も辞めていただいてこれからは松沢さんと お呼びください。ありがとうございます。それはもう松田さんも。<laughs> 先生じゃあ今回はちょっとさん付けで本当にすみませんが、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。実はやっぱりその好きなことで生きていく、ね。うん、自分の才能を生かして、生きていくっていう。それ実際にね、松田さんが実際にどうやったのかっていうことについて。ちょっといろんな経験を、まあ、お話ししていただければ嬉しいなって思っております。はい。この a. N. A. で十二年、うん。 年間お勤めされて、ね、いろんなマナーの勉強とかが、ね、本当にできたと思うんですけれども、うん、やっぱりそこで、まあ、ANA を退社した後にに、うんね、なかなかマナー講師になってやってみようとかって、うんうん、まあ マナー講師ってね転職先としてあんまり出てこないとうん、うん、<laughs> 一般的にはねうん、うん、考えられないようなお仕事だと思うんですよ、うん、すなぜマナー講師になりたいんだって思ったんですか、うん、あの最初はマナー講師になろうとは全然思ってなくて、うん、最初 ANA を辞めた後はお花のプリザーブドの先生になろうと思って講師養成講座に通っていたり、えー、その後は おお料料理理のの先生にになろうと思っってて、はい、教室にすごいたたくさん通ってたん通ですね、えー、でお料理を作ってる時も楽しいし、えー、お花をこうアレンジしてる時も楽しいんですけど、うん、いざそれをなんか仕事にしようと思った時になんかこうワクワクしなくって、えー、なんかどちらかというとこう大丈夫かなみたいな気持ちの方が大きかったんですね。うん でそれと同じ時期にマナーの勉強もしていて、うん、でだんだんマナーを勉強していると自自分自身が変わり始めたんですよ<ー>なんかこう楽しくなってきたというか、うん、知れば知るほど奥深いし「あお手紙もこうやって書いたら喜ばれるんだ」とか「うん、あこういうふうに言い方少し変えただけでコミュニケーションうまくなるんだな」うん、こう お互いい笑顔にななるんだなっていうコミュニケーションのコツとかもこうなんとなくこう勉強していく中で身についてくるとだん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 毎日が楽しくなってきて反省とともに何だろ今までできてなかったなっていう反省とともになんかこう前向きな人生になってきてあこんなに自分が買われたものだったらなんかたくさんの人にお伝えできたら。 すごくいいんじゃないかなって、えー、そう思ったらすごいワクワクしてきて、うん、で、あのマナー講師になりたいなって。 思い始めたんですよ。へでどうなったんですか？で、うん、最初の三年間は全然お仕事がなくて、うん。ちょっと待ってください。最初スタートした後三、うん、年間あんまり仕事がうまく入ってきてなかったっていう時期があったんですか？うんはい、はい。もう月に一回とか二回とか、うん、もうとても食べていけるような状況ではなくて、うん、本当に貯金を切り崩してみたいな。ああね、でもすごく夢があったので。うん 心の中はもうワクワク感があったんですね。<ー>で、そういう時に不安になる人っていると思うんですよ。うん、こう何かを始めようとした時にね。<う>で、私がこう経験上思うのは、不安になる理由って二つあると思うんですよ。うん、で、まず一つ目は私が経験したように、うん、お料理の先生になろう、お花の先生になろうとした時に不安になったのって。うん 心の中の声を聞いた時に、うん、自分自身とこう会話をした時に、うん、ななんんかそっっちじゃいいよねっててう声が聞こえてきたんですよね、うんうん、でもこう自分の中ではこんなにお金もかけて勉強したことだし、うん、ワクワクもね作ってる間はしてるからこれでやっていけるんじゃないかなっていうなんか思いはあるのに冷静なところでは「や松澤さんそうじゃないよね」みたいな。うんうん 何か正直に自分の心を聞いたら、うん、いやこれは趣味でやっていくのが一番いいよねっていう、うん、なんか心の声が不安を出してくれてたっていう。うんうん でもう一つ不安になるっていうのは、えー、準備ができてないからなんですね<は>例えば私も ANA を辞めた後に、えー、はいマナー講師になってくださいって言われたら、えー、準備ができてないので、えー、とても不安になったと思うんですよ、えー、でも私は3年間という時間をかけてものすごい勉強したんですよはいろいろ、はい、なところに勉強しに行ってマナーだけではなくて心理学も勉強して、えー、でそうする することでだん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 自分の引き出しが増えていって、うん、あこの引き出しを早く開けたい,はい、はい、早く誰かに伝えたいというワクワク感が大きく大きくなってきたので、うん、不安といいうよりもむしししろ楽しみでで、うん、素晴らしいですね、うん、こう不安になるってことはノット・レイリーで、うん、アイム・レイリーってなった時は、うん、多分すごいワクワクしてくると思います。はい So, 不安になるっていうことは「I'm not ready so,、うん」まだ準備してないっていう,そ,うでそれは実際に現実的なスキルが足りないとか、うん、でまだ一人前じゃないっていう知識がないっていう現実的な準備がないっていうこともあるしその心の心決断そうなのであのどんな仕事もそうなんですが私はすごい準備しますーいやーでも素晴らしいですよ。その3年間の、ね、そののの年間ね まあ本当に石の上にに年っていううあるようにね <laughs> で本の中でも書かれてるのにその10年前の3年っていうのも大切だって書かれてるんですけれどもやっぱりその3年間自分の夢を持ち続きながら倒れないでねやってきたって本当にすごいですね。めようとだってねショップ開いて生活費も多分立てなかったか。 で、貯金も崩れていく中で、うんうんうん。現実問題、やっぱり。金銭的な問題も出てくるじゃないですか。うん、で、ああ、このまま、あの副業もしていなかったので。うん、何かやった方がいいかなって、ちょっと考えた時に。うん、自分にちょっと聞いてみたんですね。えー、で、その時に。いや、これで一生食べていくって、うん、食べていきたいのって。 いや私食べていきたいってだったら覚悟を決めなきゃダメだよねってでその時にお花もまだちょっと未練があったりとか、えーえー、お料理もちょっと未練があったりちょっとあったんですけどその時の名詞もなんかプリザーブドフラワー講師マナー講師みたいな2つ書いてあってでもその自分自身に聞いてみた時にじゃあどっちってなった時にもう絶対的にマナー講師だよねって。 覚悟を決める、すごい腹をくくるっていうんですか、うん、そしたら不思議なとことにそこから仕事がすごい入ってくるようになったんですよ、えー、ちょっとその覚悟を決めた時のどこにいたんですか、うん、どういう何時とか場所とか覚えてます <laughs> これでやっていくって決めた時でも人間ってね多分すごい悩んだりとか、うん、ここ 解決したいというか、なだろう、答えを見つけたいって、うん。頭を回転すごいさせると、必ず答えて出てくるんだなと思いました。うん、なんか。で、やっぱり三年間。やってる間で。友達とか、ね、うん、特に、まあ、ご両親とかね。うん、そういう、なんか。ちょっといい加減にさ、うん、その夢諦めなよとか。うん、ちょっと、本当に、あなた。どっかに、うん。 もったいないよとか入社した方がいいよとか会社入った方がいいよとかっていう声なんでフィードバックっていうかそういうのはなかったんですか、ねうんうん、いやなくて本当にそれは私はもう幸せだなって思うのがみんなが応援してくれてたんですねで客室乗務員になる時も実は私7回試験に落ちて8回目で 合格最初、うん、CA になられた時<う>7回落ちたんんでですす、ね、そうなんですよ7回落ちて8回目で合格したんですけど、うん、誰一人「もうやめときな」って言わなくて、うん、みんないつか絶対なれるからってずっと 言い続けてくれてで,でもそのくらい私の、うん、多分目が血走ってたと思うのね、えー、私絶対なるからってもうみんなに言っていたので、うん、一生懸命さが伝わると否定する人っていないのかなって本当に大事な人は応援してくれるのかなって思いましたね、えー、でもその中でもねネガティブな言葉を言ってくる方も、うん いらっっしゃったんでですねうん、うん、であのアルバイト先の先輩が、うん、あんたには絶対なれないっていうふうに、ん、やめときって言われてやめときって, <laughs> やめときって無理無理なられへんって関西人なんですけど言われてれ、えー、でその時に思ったのがなんかそんなネガティブなエネルギーをもらってネガティブになっちゃったら もったいないでしょなのでその言葉をむしろリベンジするぐらいに「えー、いや私頑張るよ」っていうふうにでもそれだけ強い覚悟が私はきっとあったとったんう,、ね、うん本当になりたかったので,、ね、ですよねうだからその自分のな夢自分のドリームっていうか、うん、ビジョンっていうか、うん、こうやってこうやりたいっていう、うん、それはどうやって で分かっかかたんですかその最初の CA になりたいっていう時は。うんうん、もうほんとこのくらいの時からなりたくって、うん、でドラマとかでもねフチワーデの話がやってたりとか。 あとはあの父がパイロットだったっていうのもあるんですけど飛行機に乗る機会も多かったので憧れていて大好きな飛行機に乗りながら人の笑顔を作る仕事をできるって、うん、なんかすごい私に合ってるなって思ったので、うん、どんだけ落ちてもなんかもうあくむらめる意味が理由がないというか。 どんんだけけけ落落落ちちちてててててももも回回私は受け続けるって思っ思たんですよこうやってね3年間のチャレンジがあって、ねうん、でも一体どうやって、うんね、何が起こってベストセラー作家になったんですかとにかく私の中では何か自分の発信することで誰かの役に立てたら嬉しいっていうのがあったんですよ。 あのー、まあ客室乗務員をしてる時はもうそれが一番の夢だったので、えー、あの本のことはでも片隅にあって何かこう自分が好きなものとかやりたいものって実はこう最初は小さな芽かもしれないけれども、えー、だんだん大きくなっていって時期が来たら花が咲くのかなって、えー、今はねそう思えるんですよ。その時は、えー なんか早く客室乗務員になりたいなとか<ー>あの本早く出したいなとかって焦る時期もあるじゃないですか、うん、でも今自分の人生振り返ってみると、うん、ベストタイミングで客室乗務員になっていうのもそのタイミングで慣れたからこそ出会えた人がいるんですよ<ー>本もベストタイミングできっとね 出すすこととがでできたと思うんですようんだからこそ応援してくれる人がたくさんいて私の力でベストセラーになったのではなくって出版社ダイヤモンド社の方が応援してくれる書店員の方が応援してくれる、うん、友達が応援してくれるみんなの力が合わさったのがこの時期ってうだからこう結果を急ぐよりも今を フォーカスした方が目の前のことを一つ一つクリアしてったら花が大きく咲きましたって自分では今振り返ってみて思いますね。 千里の旅のゴールに、うん、なんで今すぐゴールじゃ来ないんだっていう考えから、うん、その今はプロセス中なんだって今この歩いてる旅だから、うん、今はこういう時期があってそう必要な時期が、うん、でそういう時もまあちゃんとしっかり頑張っていく、うん、前向きにっていうそう<由>、うん、であの全然ねお仕事がなかった時にね、うん、あるお知り合いの方に全然こう 頑張ってるけどなかなかお仕事を頂けなくてっていうことをこう、うん、ちょっとこう弱気になって、うんえー、やっぱりこう覚悟があっても弱気になる時はたまにあるじゃないですか。で,でポロッと言ったら、うん、その方が「うん、松澤さんってこの言葉知ってる」って良、うん、良い縁が良い縁縁がを生むって最初の「良い縁」は人の「縁」なんですよ。 えー、人の縁を結んだらあとにお金の縁があって松澤さんはね、えー、仕事のことばかり追いすぎてるから、うん、もっと周りの人と良い縁をつなぐことに力を注ぎなさいって、えー、これはねすごくいいアドバイスでそこからあのこう。 もしも私とね一緒にお仕事させていただいたら、うん、どんなお役に立てるだろうかって私はこの人のために何ができるんだろうかっていうのをすごく考えるようになったら、うん、そしたらいい縁が生まれてたとえなんかあのその場ですぐにお仕事に次ね、うん、つながらなくても。 今感じるのは、ええ、違うところからその働きぶりを見ていて違うところから何か声がかかったりとかね、うんうん、3年後にかかったりとかねありますあります、えー、5年後にかかったりとかね、えー、あっいつしてくださったんですかって言ったらいや実は3年前にとか5年前にっていう,うかだからねなんか温まってる時期ってあるので。 そこはもうすぐ結果は求めないで自分がやっていて心地よいことをやっていくっていうことがそれでね自分がすごいもう辛いわってなったらそれはやらない方がいいけれども自分もそれをやっていて楽しいってお役にも立てているってそしたら良い絵になって。 花が咲くこともあるし咲かないこともあるけれども。うん、でも、あのきっと幸せ貯金ってたまってるのかなって思ってます。素晴らしい。<laughs> そう。うん、いや、それ相当なんか、ね、やっぱ。習慣にしていかないと、身についていかないような。うでも、こう飛行機でね。フライト中に V. I. P. の方にお会いしたりとか。する機会をこう。 いただいてきたわけじゃないですか。うん、皆さん謙虚あ,あそうですか皆さん謙虚で相手思いで、うん、もう本当にお優しい方ばかりだからこそ、うん、あみんな応援したくなるんだろうなこの人のことって思いました。はい、ーすごい,ないやなんか今まあもし 過去の自分に何かアドバイスをすることができたら、うんうん、例えばどのようなことを自分にね、うん、お伝えしたいと思いますかあのアドバイスは特になくて「うん、ありがとう」って言いたくて、うん、なぜかというと本当、うん、振り返ってみると、うん、一生懸命もう無我夢中に失敗もあるけれども、うん、やってきたので逃げずにやってきたので、うん、だから今 こう笑顔ででいれるわけじゃなだから、うんうん、むしろなんか「ありがとうね」って言いたくて、て、うん、そう思うと未来の自分が例えば10年後の自分が過去を振り返った時に「うん、あ,あのマキちゃんありがとうね」って自分に言える生き方をこれからも毎日していきたいなって、うんうん 思うんですよ、ねうん、であのすごくこう過去にアドバイスはないんですが、うん、未来に対するこうお伝えしたいことっていうのはあって、うん、それが「Choose the best」っていう「Choose the best、うん」Choose the best って間違えていたとしても、うん、覚悟を決めて決めたことでしょ。そしたら、うん 後悔なないいじゃないですか、うん、でも誰かから言われたからこれを決めようかなとか、うん、なんとなくこっちの方がいいかなとか、うん、こっちの方が流行ってるからいいかなとかあるあるなんかこう決める理由を曖昧にしてしまって決めると、うん、もしかしたら後悔するかもしれないじゃないですか。うんうん、なので ベストっていう言葉を、うん、どんな時も自分の心の声に従って「うん、the best」って「はいベストですよ」って言われる選択をしていきたいなって思ってます。す、うん、すごごいいいいややくないですいや素晴らしい思っているので、うん、これからしていきたいです。い、うん、いや素晴らしい い僕それすっごいよくわかりますうん、うん、なんか特に本当に自分の人生で大きな判断、ねうんうん、やっぱり覚悟ですよねうん、うん、覚悟があっていやこれ選ぶぞってこれでやっていくんだっていう、ね、そういう時に自分のベストを選ぶ。 でそのベストは心で感じるものだっていう、うん、自分の心の中で声をかけるってすっごいよくわかりました、うん、でも例えば、うん、そのね「チューズ・ザ・ベスト」っていう時のベストがわからない、はいうん、本当にこの正しい選択っていうのがわからない時ってどういうふうになんか対応すればいいのかっていうアドバイスいただけば私も「チュー e ザ・ベスト」が最初からできていたわけではないので、うん おお花をを勉勉強強ししたたりとかお料理を勉強してたわけですよね最初からベストが分かってなかったので、うんうん、なのでこうベストを選ぶ、うん、練習をしてきたというかすごい小さな簡単に今日からできるトレーニングで、うん、例えば朝起きてねコーヒー紅茶どっち飲みたいのって、うん、いつもだったらもう決まったようにコーヒーを飲んでいたのを「うん、いや 今日は紅茶が飲みたい気分だなとか、お砂糖、蜂蜜、あ、今日蜂蜜だなとか。レストランに入っても、なんとなくこう時間がなくて、早く食べれるものを。 選んでいたのを「いや今日はあったかいもの食べたいな」とかうそうやってトレーニングしていくとだ、はいはい、だんだん自分の声を聞こえるようにななってきましたなん,かなんかちっちゃいところで自分がちょっと幸せになれるような決断っていうのを自分の人生に入れていくとそういうのが見えてくるようになる声<う>の心っていうか幸せな、うんはい、自分を幸せにするっていうことが見えるようになるっていう。 いやーでも本当にいろんなアドバイスも教えてくれてありがとうございましたすごい、もう本当にね <laughs> あの自分のこれを、ね、やるっていう覚悟、うんはい、これは本当に伝わってで自分が本当にやりたいことを信じて。うん、でその 努力っていうかね、うん、それを続けていく大切さっていうのも本当に感じることができて、うん、で最後の choose the best、うんね、すごいアドバイスも教えていただいて、はい、今日は本当にお忙しい中来ていただいてくれて本当にありがとうございました <laughs> ありがとうございました、uh, Thank you so much you guys. Now see you next week.